ウラジーミルの生信女大聖堂。ウラジーミルの生信女大聖堂は、ロシア連邦、サンクトペテルブルクのプロスペクト通り20番にある、ロシア正教会の大聖堂。ウラジーミルの生信女を記憶している。現在の5つのドームがある教会は、ウラジミルスキー市場の隣に1761年から1769年の間に建てられた。教会のデザインは、 ピエトロ・アントニオ・トレッチーニにしばしば返されており、バロックと新古典主義にまたがったデザインであるとされる。離れて建てられた主郎は円熟した新古典主義の傑作であり、1791年にクアレンギのデザインにより建てられた。全路、小聖堂、フェンス、他外部の建造物群は19世紀に加えられた。教会内部の特徴としては、 アニチコフ宮殿の小聖堂から1808年に運ばれたバロック式の聖地なイコノスタスが挙げられる。1888年に行われたルーシ・ジュ千900年祭で聖堂は修復を受けた。過去最も有名な所属神徒の一人として、ヒョードルドストエフスキーがいる。無神論を掲げるソ連にあって、教会は1932年に閉鎖されたが、 1989年に教会として回復された。2000年にそれまで聖堂であった教会は大聖堂として位置づけられた。大聖堂はウラジーミルプロスペクト通りとウラジーミル広場の名のもとにもなった。ありがとうございます。